株式会社マンダムは1927年に創業し、今年で97周年を迎えた会社です。主力ブランドのギャツビーではヘア、フェイス、ボディなど幅広いラインナップを取り揃えており、メンズコスメを網羅的に提案しております。日本国内のみならず東南アジアや東アジアなどでも展開しており、海外へのマーケティングにも注力をしています。お母様とは2020年頃からお取り組みをスタートしております。マンダムの創業100周年である2027年に向けて、アジアナンバーワンのメンズグルーミングブランドを目指している中で、自社のオウンドメディアの運用が不十分であり、ブランドの推奨者を増やしていくための取り組みが手薄という状況にありました。生活者にとって適切で価値のあるお役立ちコンテンツを発信することで、ブランドの信頼度を高め、ブランドを推奨してくれるファンを増やしていきたいと思い、 SEO コンテンツの制作に着手しました。プロジェクト発足当初は SEO でのランクをアップし、生活者の方が何かお悩みがあった際に記事が上位にヒットすることで一番の相談者、バディになるということが目的でした。ですが、社内でもここ数年で記事のランクや流入数のみならず、 SNS のフォロワー数やエンゲージメント数など重視する指標が多様化しています。検索エンジン上でブランドがどのように評価されているのか、また今後どこを強化していく必要があるのかという分析から、戦略のご提案、記事の制作、海外展開時のアップロード状況確認、さらには一度アップした記事の定期確認を行い、リライトをするところまで一貫してご支援をいただいていますので、何かあれば本当にすぐにご相談できて大変助かっております。また SEO に関する知識も教えていただいて、私自身すごく勉強になったと思います。カジュアルに読んでいただける文面を目指していたので、ネイティブの方に文章を考えていただいたり、文章チェックいただけるのは本当に助かりました。ヘア関連の記事については、特にグローバルサイトでオーガニック経由で大きな流入源となっている記事の一つです。これをきっかけに記事を提供している各国でも、ギャツビーやマンダムといった指名キーワード以外の一般キーワードでも流入が取れるようになってまいりました。The client wished to increase global awareness of the Gatsby brand, so we built an SEO content strategy backed by thorough keyword research and an understanding of the user's intent. After analyzing the existing content, we saw an opportunity to build a knowledge base using pillar content and long-tail articles stemming from the pillars. We also integrated internal links to boost the blog's SEO power and paid careful attention to changes in the Google algorithm over time.お客様がご安心できるように、すべての打ち合わせとコミュニケーションが日本語で対応いたしました。As a result, according to AHREFs, over the last three months, visibility for the Malaysian blog has more than doubled compared to the same three-month period last year. Clicks have increased 3.6 times. Visibility for Singapore has more than tripled, with clicks increasing almost 5 times. In the Philippines, visibility has increased and clicks have doubled.グローバルのマーケティングを任せてください。近年、マンダム様のように日本でトップシェアを持つブランド様からお声掛けいただく機会が増えています。ブランドイメージを損なわないように綿密にコミュニケーションさせていただきながら、グローバルでの目的目標を達成するためのお手伝いをさせていただいております。私たちのサービスは海外のネイティブの感性をそのまま反映したコンテンツをお届けすることです。コンテンツマーケティングの重要なところは、海外の人が読んで心に響くようなコンテンツであることです。それはネイティブの感性でないとなかなか難しいことがあります。しかしネイティブと直接打ち合わせて、自分の欲しいコンテンツを出したい、細かいところまで、調整をしたい、そういうところが非常に難しいところであります。私はそのお客様との橋渡しをするために今回参加したんですが、ほとんど私の出番はありませんでした。ネイティブチームのメリンダさんとお客様との間のコミュニケーションは非常に円滑に動きました。というのも Google ドライブでコンテンツのチェックシートを共有して、それをもとにいろいろな議論を組み交わしたからだと考えています。そのために海外のお客様に響くようなコンテンツが作られたと自負しております。
コンテンツマーケティングは様々な形に進化をしていくと思います。今回も SEO という枠から離れて、SNS ですとかそういった部分まで、踏み込んだサービスとなりました。今後さらにそのような動きが進んでいくと思います。そのためにも私たちは様々なサービスを提供し続けることをお約束したいと思います。引き続き記事制作でお力添えいただけますと幸いです。今後は PDCA を回していくことに重きを置いていきたいと思っておりますので、記事を出して終わりではなく、その後のレポートやリライト、目標設定を行い、それに向かって記事制作を行っていきたいと考えております。また記事ページのデザインの見直しだったり、サイトスピードの向上などについてもアドバイスやご意見をいただき、改善を進められればと考えております。まず第一に、日本において海外へのお客様に向けてコンテンツの発信を行うという会社さんにはおすすめです。ネイティブの方が見ても非常に自然な英語で、私たち非ネイティブでは表現など迷うことも多々あるので、とてもありがたいと感じております。